こんにちは、ライトニングの松島です。今日はこのイベント来てます。サーフィンのビッグなイベントがアメリカからやってまいりました。僕サーフィンのことあんまり詳しくないんで助っ人頼んでます。じゅんさん、こちらうちの会社でイベント事業部を仕切ってます、はい、北原じゅんさんです。じゅんです。このイベントはザ・ボードルームショーといってアメリカで、うん、カリフォルニアで12回やっていたものなんですけど、はい、今回初めて日本開催ということになってます、はい、お、ライブシェイプ見たことありますか、はい、ライブシェイプ見たことありますか。なかなかないと思うんですよ。ちょっと早速そこ行きましょう。行きましょう。レッツゴー。ボード削ってもらってます。なかなかこう生でこういう削ってるところを見る機会ってないと思うので、大変貴重なタイミングだと思ってます。はい、実はすごいボードで、はい、今日本でナンバーワンの、はい、はい、プロサーファーのカノア五十嵐君っていうんですけど、はい、カノア五十嵐君が使ってる板ですね。実際に飾ってあります。で、まあ、サーボードでこういうものなんですけど、はい、この中の素材が実は回っていただいて、はいはいはい、がブランクスとかフォームという言い方しますけど、はい、簡単に言うと発泡スチロールみたいな素材、ちょっと触ってみてもらいます、はいはい、はい、これを先ほどのシェイプルームで削って、さっきのようなボードの、はい、土台というか中身にするわけです、はいはい、でそこをコーティングすると完成という。なかなかこの状態を一般の人は目にすることってないんですね。ですね。だからこれが、アルサイボードの中に入ってるんだなっていうのを分かるのも、はい、まあ、ここでしかないから。すごいね、いろんな種類のサーフボードが、これはいろんな形で削っていくわけですね。これすごいですよ、これ。ずっとビンがヴィンテージボードっていうのが並んでいるんですけど、これはもし、はい、これはニック・ブリューワーさんが実際に削ったボードで、はい、こういう、なんでこうついてるかっていうと、板から足が離れない、これでっかい波に乗る、この波、ちょっと板なんです。なので、これ波か、ビルが落ちてきてるみたいな。これ、このね、人これですからね。すごい、はい、なので足がこうペンと離れないようにこうここにフックに足をつけてるんですね。こがましくて入れられないんですけど、そういったボードがこうここは並んでいて、はい、実際にこう、はい、値段もついてる、ね、値段もついてる、ついていて寄っちゃって、ちょっと例えば、まあ、ここはちょっと割とまだねリーズナブルな感じですが、はいはい、これもですねまだついてないですが、そうですね、日本のサーボードパイオニアモスというね、はい、スノーボードなんかの板も使ってる会社なんですけど、ね、はい、老舗というか、4万円のこれは割とね、はい、レトロな感じですけど、まあ、これもいわゆるヴィンテージモードというものになってますという感じかな。そして今回の T シャツ作ってですね、はい、T シャツ作りました。これ赤いんですよ、このロゴが、ね、で、アメリカだとね、これ見えますね、これ青いのが青いんですよ、なぜ赤いの、やっぱり日の丸ちょっと意識しちゃったんですね、はい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 、日の丸を意識して、はい、いろんな形があるの、はい、ちょっとタイプがあって、まあ、うちの方ラインナップ、俺が読まなきゃいけないやつだね。はい、これです。一番最初にぜひ読んでください。これやっぱりこれ、ね、はい、今売れてる、これ、ね、10班で割と深く刺さるんですよ、これ、ね、10班してますよ、これ、はい。あとほら最近流行りのさ、うん、サップ、はい、サップの専門誌も実はうちの会社やってます。そうですね、あ、サップスタートブック、あ、これサップもあるし、サーフィンスタートブックもあるし、ね、こういう本がなんと今日はイベント特別価格、あ、安いんですね、僕知らなかった、ちょっと安くなってます、特別価格ですよ今日は。あ、だってスタート出退っていうのスタートブック500円じゃないですか。本当だ、500円で始められるかな、大丈夫みたいな、みたいな、みたいな、はい、綺麗なお姉さんが売ってますんで、柳取さんです、綺麗なお姉さん売ってますんで、はい、
アイドルってもともとポートランドから今やってきて日本で大人気の水筒。これ、ね、色がねやっぱりいろいろあって。うちも使ってるよ。ありがとうございます。これいっぱい買ってこないじゃん。いっぱい買いました。あ、これでかいよ。これで買ってもなるほど。あとこれも持ってるよ。あ、これ大きいのいいですね。僕意外とでもこれがちょっと気になりました。これなんかあ、コップね。コップいいですね。最近うちの会社ですごいみんな使ってるもん。はい、そうですよね。これ何カスタムできるんですか。はい、買っていただいたら今日他の好きな色に組み替えられるんだ。はい、あ、これ嬉しい。まゆさん、ちょっと一言コメントいただいていいですか。はい、今日これからデモンストレーションやっていただいて、明日もあのシェイプアップコンテストも出ていただく上田さんです。はい、もう我々こうやって本当に半蔵クラフトで生きてる男たちですから、やっぱり昔はね、そこには日の目はそんな当たらず影の、仕事な感じもありましたけれども、やっぱりサーフィンの歴史はサーフボードの進化とともに、やっぱりサーフィンのマニューバーライブも進化を遂げているので、まあ、そういう意味ではやっぱり非常に大サーフボードデザインというのは大切なことで、だからそういうところにフォーカスが当たったショーとしては僕は非常に喜んでおります。はい、ケニーさんです。はい、どうも。ケニーさん、はい、ケニーさんは千葉県のタイトいすみ市でしょ。はい、はい、もう何て言うんだね、ケニーさんは無視無視でも、まあ、長くやった分のツケが回ってレジェンドとか呼ばれているんですけど、はい、レジェンドというよりもまあ現役のサーファーです。はい、あ、このすごい絵ですよ。増田拓司君です。はい、拓司君も世界中の忙しい人間でね、いやもう久々に会いました。パイプライナーのすごい、何をしてるハワイのパイプライナーすごい波。はい、なる、お、こちらこれです、これです。そうです、この拓司君です。こちらこのドリームみたいな、この波をこれ見てください、素晴らしい。まあもちろん、あーっと扉を飾ってます、扉飾ってます。大臣、だからちょっとこのボードルームショーの対して期待の言葉があれば。そうですね、こういうサーフィンのなんか魂にエネルギーを持ってくるようなイベントだからすごいと思って、自分もロサンゼルスから飛んできてお手伝いできたらなと思って、でもエキサイトしてます。もっともっと普通にサーフィンを楽しんでる人たちが来てくる、来やすいイベントになってもらえたらなと思っているので、もしこういうの見てる人がいたらぜひ足を運んで、明日もやってますもんね。やってるんで、ぜひ見に来てください。シェイプ終わってもまだまだみんな見てます。明日はコンテスト、まあ、明日が本番見てもとかあるのかな。みんなコンテストなので勝敗はあるんですけども、ええ、それよりか生で先ほどね見れるってことが見ていただくっていうのが一番の目的なので、はい、楽しみ。入場無料で頑張りましたね、はい、無茶してんなと思ったけど、はい、誰でも来れます。ここ品川の東京流通センター、第一展示場 A ホール第一展示場、うん、第一展示場 A ホール A ホール、ぜひお越しください。お越しください。